風呂入ってきたぜ。いや、いいね、風呂入ってる、やっぱ。あー、きつー、この服。あ、みちっちまった。きついな、この服。あー、きつい。体操ザルで潰してやるよ。お、いいね。伸ばしといた。あ、もうそれでいいかな、その俺のこれで。あ、めっちゃ赤出る。汚ね。うわ、汚、本当に汚い。赤が炸裂した。ああ、今日喋ることねえや。ああ、久しぶりにほんのちょっとだけ雑談して楽しかった。まことさんがぶん殴って逮捕されたけどね。なんかな、立って喋るのは単に狭いから嫌なんだろうな。広くすればいいんだよな。改造しなきゃ。あ、股間かゆ、変わらず。股間かゆいの変わらずなんだけど、ちょっとすがすがしい返せでいいわ。さっきまでちょっと本当の返さみたいなやつで、だったんだけど。爪切んなきゃな。爪切ろうかな。あ、爪切んの、俺爪切んの大変なんだよな。爪一つ目切んのにさ、5000円くれたら俺頑張るのに。これ本当に本気で言ってますからね、俺。俺は5000円もらわないと爪切らんぞっていうくらいね。もうなんか日常生活がやばいんですよ。まあ、一応爪切っとくか。深爪すると良くないかな。この T シャツうざいな。いいんだけど。風呂入ってない。かわいいし、めっちゃ垢出るし、汚な。あ、暑いのか、俺は。でけえテレビな。いや、自慢するわけじゃないよ、別にね。これはね、お下がりのね、やつですけど。お下がりででかいテレビもらえるのいいな。何しようかな。漫画買うんだ、ソレマチ買ったしな、別に。面白かったけどな。なんか良かったな、ソレマチ。普通に良かった。なんかもう大体漫画読んだら、また読もうって思う。なんか、でもちょっと読みづらいんだよな、なんか。めんどくさいからさ。ちゃんと紙版の回覧板を買わなきゃな。ソレマチのファンブック。かい。孤独の化身、孤独の化身。あ、腰痛いんだ。そうだった。俺なんで立つんだって思った。腰痛いんだよ。おいしょ、おいしょ。ああ、イヤホン踏んじまったよ。ごめんね、ごめんね。で立ち直ってくれればね、いいんですけど。あと三脚とか買わなきゃな。うわ、びっくりした。Siri が発動しちまう。iPhone ケースつけたまんまだからな。かゆいよ。嫌だな、この T シャツ。なんか、素材が腹立つな。なんでこんな素材で買わなきゃいけないんだよ。腹立つ。腹立ってきたぜ。フルグラフィック T シャツ。痩せなきゃな、マジで。あ、俺の貴重なお着替え品になるとかだった。すごい普通に着替えそうになった。まあ、反射で見えるかもしれんけど。まあ、一応向こう行っとくか。女で丸めしな。
かんない、そういう問題じゃないじゃん、別に。そういうことだぞ、本当に。俺が、俺なんだ。見えんか、まあいいや、見えない。道大向こうのね T シャツ着てます。なんでこんな首元がきついの。喋ることない、そういう時喋んない方がいいんだよ。まあ別に、まあ誠さん逮捕されたけどどうでもいい、本当どうでもいいって思ったら雑談続かねえんだけどな。どうでもいいんだもんな、別にしょうもないしな、あそこら辺のなんかそういうさ嫌だけどな、あそこら辺っていうのも、ら辺っていうのもあんま合ってないけど、はいはいと、おう、えーいしょ、かゆい、風呂入ったのにね、まあ、さっきよりはかゆくなくなったけど、あんま冷房つけちゃいけないらしいよ。空気清浄機を5にすりゃいいんだよ。あっち喋ることナッシング。グッズ全然変わらないね。なんかめちゃくちゃでけえと思ってたけど、なんかちょうどいいサイズだった。かわいいな。あー涼しくなってきたね、いいじゃないの。 In the mood! よくわかんない、なんかそのね深夜のテンション持ち越し早朝状態なんで、爪切んねえかな、爪切んのめんどくせえんだよな、爪切んのめんどくせえ、爪切んのめんどくせえ。あー ASMR をちょっと爆音で聞くか。お武藤と佐藤やってんじゃん。いや、もう少年ジャンププラス見るわ。コード孤独の化身歌いそうになっちゃった、危な。耳かゆ、耳かきますね。ああ気持ちいいよ。
正面来て。これでメガネの話で全部映ってたら バンになるの嫌だな。ただ漫画読むだけって。いや漫画集中できねえわ、動画見ながらだと。かゆいな、風呂入ってない、かゆいわ。お、すごい産毛みたいなのがブサーってなってる。痛いのなあか。あ、手首痛。喋ることないわ、喋ることないのに動画回すのはやめよう。キモいな、産毛。な、産毛っていうのか、なんていうの、毛だ、毛。ほら、毛ですよ、毛ですよ、ここ。ほくろが2個あんだよ。増えたね。多分これなんか変な出来物が黒くなったんだよ。ねえって。じゃあ